どうも高井です。航空機の壁、規則を整う中でやり続ける。最近投稿している動画で一部の広告主に適してませんっていう、そういう文字が最近の投稿すべてに貼られるようになって、マジかとか思ってるんですけど、今年の4月あたりからすべての投稿動画を合わせて1万回以上再生されている人でないと広告費や貼る権利は与えませんよっていう、そういうふうに YouTube の方の法則が変わったんですけど、ここ数週間で動画は出したんだけど、その動画は一部の広告に適してませんっていう風に、まあ、ほぼだと思う、ほぼ必ず出てくる。おそらく一部のユーザーはそういうことないかもしれないけど、私の動画にはそういうの出てきてるので、でその1個の動画に対して再生回数が7日で1000回以上再生されてないと私たちはあなたの動画を審査しませんよとは言ってるんですけど、それでも最近投稿した動画の中で1個だけ審査が通ったのが再生回数3回だったかな、そういう動画だったんですよ。だからまだ諦めるには値しないかなということで、とりあえず諦めずに審査してみる、そこから始めてみるといいかもしれませんよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。